そうですか。急な出張は大変ですね。どうぞお気をつけて。出張はどちらへですか？もう出張先なんですか？ごめんなさい。言ってはいけない規則でしたね。どうかお気をつけて。すまん、ユキ。あなたはいつの頃からすぐに謝られるようになったんでしょう。今のお仕事に疲れた最初はあれだけはつらつと充実していらっしゃったのに。私が入院してもう随分になりますものね。あなたもそろそろ寂しくなってきましたか？からかうなよ。寂しがるような年じゃないさ。さてさて、いかがでしょう。あなたは本当に甘えん坊さんですからね。私と一緒でないとだんだん弱気になってきてしまうのでしょう。ああもう今ユキエの頭に小悪魔の角がにょっきりと生えているのが目に浮かぶよ。君は昔からはぐらかさない、はぐらかさない。私に構ってもらえなくて寂しい寂しいって。あなたが尻尾を振っている音が受話器を通しても聞こえてきますよ。あなたを困らせるのがこんなに楽しいと気づいたのはいつからだったでしょうね。そろそろ許してくれよ。とにかく君の元気な声が聞けてよかった。どうでしょう、元気になれましたか？また電話をしてくださいな。私がダメな時はお父さんが相手をしてくれるでしょう。もっともお父さんが相手ではあなたのことだから電話先でも直立不動で喋っていそう。
お疲れさんです。ヒナはトランクに。騒ぎすぎで多少衰弱してるようですが、ご命令通り傷一つつけちゃいません。おお、手間はかけましたの。たらあいそうにの震えとんね。おとなしくしばらく過ごすがよかろう。本につらい思いしちゃろな。だがな、おんめのおじいちゃんは優しい人だんね。すぐに助けてくれるだろうの。目隠しはまずいっすよ。面が割れると後々まずいです。ああ、そうかの。なんだ、せめて猿靴はくらい外したらんな。これぎゃ息もできんね。叫ばれたらまずいです。こいつのことは俺たちに任せてください。ったく、気の利かんやっちゃらな。本気にむごい仕打ちはせんやっちゃっとる。そこんとこ肝に刻むんよ。わかってます。手荒な真似はしませんよ。小僧がおとなしくしててくれる分にはね。